強行者の活動を復2日前になります。今日は2日前っつったか俺、もうダメだ、ちょっと暑さでやられてますね。2日目です。三影さん今日初参戦ということでよろしくお願いいたします。今歌舞伎町に向かって歩いております。はい、歌舞伎町に到着しました。今から、大久保公園の方向かいます。みんなあの猫を撮ってる、みんな足撮ってる、あの人が多くて全然進まない前に。やばい、すごいよ、人多すぎるよ。タオバイバイみたいな髪型しますよね。戦いがあるから知れねえの。本日のなんでまた撮ってんのかよ、顔でかいからやめろ。活動終わりました。どうでしたか三影さん。追いかけないきます。何帰って勉強しないときゃっすい。いや違いますよ、本日の活動のだから活動をしたことによってまた新たな勉強しないときゃっすい、まあ、知識がないときゃっすい。まあ三影さんは勉強をすると、追いかけるものいっぱいあるから。あ、そういうことですね。IQ が高い三影さんがこの活動の研究をするそうです。もう人工知能ですから。あ、人工知能でしょ。AGI ですから。はい、ロボット三影、実はロボットは、ね、歩き方がもう違いますからね。路上をこう攻めてる、ね、プログラムにこうコースが決まってるんですよ、道のね。確かに今右なってますよ。ここら辺もすごいですね。すごいです。人が、人がすごいわ。東横もすごいな。めっちゃ人が多いわ。最近なんか多国籍グループとあれがこう分かれてる。あ、そうですか。はい。あそこ、こっちが多国籍ばっか集まって飲み会開いて、はい、はい、そんな感じですね。まあ、この活動はすごく難しいと思うんですけど、まあ、できることからやっていきたいですね。あとはなんか自分の正義を振りかざす自己満だけの活動みたいな感じにならないようにしていきたいなって個人的には思ってます。そんな感じで活動を続けていきたいと思います。お疲れ様でした。